のとしさんの登場です。エントリーナンバー16番高橋智美さん、札幌市出身、函館市在住。土方像は信念を貫く侍。明治2年春、新政府軍との戦いは厳しさを極めていた。蝦夷共和国軍の敗色は誰の目にも濃く映り始めていた。5月11日に函館総攻撃を伝えられ、共和国軍は陸軍が資料核を守り、大鳥天生も演習隊、遊撃隊、将棋隊を率いて大川有川方面へ進むが、敗戦を余儀なくされていた。土方は戦いに挑む覚悟を決め、市村月之助を呼びつけたのであった。近藤さん、